8月27日土曜日、旧藤原作業所にある縁結びでオレンジカフェ納涼祭が開催されました。会場には誰もが楽しめるコーナーが設けられ、マルシェにはぬくもりあふれる手芸品がたくさん並び、多くの人が手に取り買い求めていました。体験コーナーではボードをめがけてお手玉のようなビーンバッグを投げるスポーツ、バッコーが楽しめました。参加すると駄菓子のプレゼントやくじ引きができ、大きなスーパーボールを当てた女性は翌日のお孫さんの誕生日に渡せるととても喜んでいました。またバルーンアートの会の皆さんが作った剣や花をもらって笑顔になる子どもたちの姿も見られました。このオレンジカフェ納涼祭、認知症の人やその家族、さらに地域の人など誰でも気軽に立ち寄ることができるオレンジカフェの5周年を記念して、 NPO 法人開成共学会が初めて開いたものです。幅広い世代の人に美味しいものを味わってもらおうと、会場では出来たてのポップコーンが振る舞われたほか、地元食堂の焼きそばが販売されました。そして食品やこだわりの惣菜の移動販売もあり、揚げたてのカツなどが人気を集めていました。また地元自治会や福祉委員会から差し入れが行われるなど、地域交流が見られた納涼祭。オレンジカフェの他にも訪問介護事業やデイサービスなどを行っている開成共学会の理事長林義乃さんは、これからも高齢者の皆さんの生きがいと全ての人の笑顔につながる事業に取り組んでいきますと話していました。